ったらもうキャンセルの時もあるやろし、ありますありますあります、はい、本当になんか意味のない、はい、あの依頼の時もあるやろから、そういうセーフティーネットがないとやってられへんっていうのもあるやん、はい、ちょっと潰すぎですか、いやそんなことない、そんなことない、ごめん。ご飯も大体はい、かなり割と先まで決まってる。あ、決まってます決まってます。例えば、うん、その1日を売るっていう、あ、そう、これも説明してなかったよね、はい、1日50円で売ってはるわけ。俺サイト見に行ったよ。ありがとうございます。岡田豊さん見に来てくれてるんだ。すごいな。 1日50円で、あの6月27日28日29日30日って書いてある。そうです、ね、売約済み売約済み売約済みだって。結構てめえ売れてやる。そうなんです。面白いから予約しようかなと思ったら7月まだ公開してんやん、はい、いやそうなんです。もう明日また更新するんですけど、うん、毎日僕1日を時間売って、うん、で買ってくれた人の言うこと何でも聞くみたいな。50円でね、はい、うん、だからそれやってるんで、あの基本なんか草むしりとかなんかいろいろやるんですけど、うん、ついでにご飯食べさせてもらったりとか、うん、あと一緒にランチしたいとかっていう依頼もあるんですよ。だから基本はその泊めてくれた人以外の人に晩ご飯だけあって、うんうん、それでお話しして、で人の家行くっていう、うん、そういうのがあるんで、だから別にその泊めてくれた人がご飯出してもらえなくても、うんうん、基本食べて、基本回ってます、うん、僕も。そういうことしてると、はい、やっぱり言われるのが、それをいつまで続けられるのかっていう。めっちゃ言われます。言われるよね。めっちゃ言われます。うんうん、いや、僕、基本、あんま特にそこまで深く考えてないんで、うん、なんか、こう、行き当たりばったりで、またなんかこう、状態が変わったら、うん、その時、また、その、西野さんに、うん、ちょっとどうしたらいいですかねとか、うん、いろんな人に聞いて、それで決めるんで、うんうん、特に全然不安とかないんですよ。あと、思うんやけども、はい、2回目、3回目のリピーターの人はともかく、はい、初めての人は絶対に、はい、まず話聞かせてくださいって言うでしょ。あ、そうなんです。めっちゃあります、うん、めっちゃあります。いわば吟遊詩人みたいなもんやねんね。かっこええな。栄養に言えば、めっちゃ栄養に言えば、結局、はい、ホームレスの人を50円払って、はい、自分の用事に使おうっていう人も、はい、もちろんいるやるけども、はい、僕思うに過半数の人は、はい、得がたい体験をしようとして、小谷さん読んで、うん、小谷さんの話聞かせてもらって、はい、面白いって言って自分の友達に拡散してっていう、はい、そうですね、やっぱそうやね。だから次の日に、うん、なんかそのネタになるらしくて、うん、なんかその僕を買ってなんか食べて食事して、で次の日にその友達と昨日何してたっていう会話で、うん、やっぱみんなカラオケとか、うん、なんか普通に買い物って言ってる中で、うん、やっぱホームレスを買ってなんかご飯おごったって言ったら、うんうん、やっぱウケるらしいんですよ。そうやね、それ何やそれって言って、うんうん、でその日の主役になれるっていうの、はい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 、結構それでおもろがってる人が何回か買ってくれます、うん、僕を。で、はい、そうなると、はい、だん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 こう50円という価格を上げへんにしても、これ上げると面白ないわけ、はい、あ、確かに、仕掛けとして、はい、そうじゃなくて、はい、その小谷さんの予約がどんどんどん詰まり出すよね。そうなんですよ。そうなると個人的につながってる人間、つまり1回でも知り合った人間はメアドなり LINE、はい、なり知ってるから依頼できるけど、はい、ということで、はいはい、実は階層差が発生してくる。いや、そうなんですよ。ごめんなさい、えぐい話して。だいぶ深くきますね。いや、もうなんなんこれ、全部見透かされてる感じするわ俺。いや、そんなことない。いや、でもそうなんですよ、うんうん、もうだからそのサイト上には、うんうん、例えば売られてる状態でも、うんうん、その裏から LINE で何日空いてますかとか、はいはい、DM とかメッセンジャーでガンガン来るんで、はい、それは1回会った人はそういう風になってくるわけ、ね、はいはい、なってきます、なってきます、だんだん、うんうん、だからで、もうそれの方が、はい、結局言うたらその一元さんの50円の注文って本当に行ったらもうキャンセルの時もあるやろし、はい、ありますありますあります、はい、本当になんか意味のない、はい、あの依頼の時もあるやろから、そういうセーフティーネットがないとやってられへんっていうのもあるやん、はい、ちょっと待って、潰すぎですか。いやいや、そんなことない、そんなことない、ごめん。いや、全然いいですけど、面白くて面白くて心が泣いてる。いや、まあまあまあ、そうですね、うん、まあ、なんなんでしょうね、まあ、いろいろ買っていただいて、うん、そのなんか何人かやっぱこうリピーターの人は、うん、やっぱもう普通に買ってくれる人よりも、まあ、深く、うん、まあ、家族に近い関係にはなってきてますね、うんうん、わかるわ、はい、ね、だからそう、雇う人の方が偉いつもりで最初入り口入ってきたら、多分ね、何回かやってくると、はい、あ、今回小谷さん呼べたっていう、あ、だん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 で上下関係の逆転だ。でなので、はい、逆に50円であくまで一元の人にも売ります、はい、ホームレスですっていうのを貫かんと、この逆転が西野くんの間嫌われの方に入っていくやん。そうなんねや。そうやで。いや、僕だからその、うん、ダブルブッキングとかトリプルブッキングとかもう増えてきてもうたんです、むちゃくちゃ、うん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 、さっき言っていただいたように来ただけで、うん、来てくれたみたいな、うんうんうん、でそれを西野さんに前相談したら、うんうん、
いやそのもうホタにその気にするなみたいな、うん、お前はなんかそのホエールウォッチングと同じなんだあとあのあれねアラスカのあのシルバーナイフのオーロラウォッチングと同じでオーロラとかもうホエールウォッチングと一緒で、うんうん、見れたらラッキーみたいな来たらラッキーになってるからもうええねんそれでって言われてだからこれでええんかってちょっと最近はもう最近思うようになってきた、はい、はそういう感じには面白いなごめんなガン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 全然聞いてもらっていいですけどはいはそうなんそういうちょっと待って43分になってきたから、はい、限定の方あなるほどここからですね、はい、前回もやった通りですね、はい、ここから先はその有料の会の人のみになるんやけ ど今のうちになんか無料の方に、はい、あ無料の方僕その、うんまあ、こういう家なくて、まあ、50円で売ってるんですけど、うん、僕あの年末に、うん、あの毎年音楽のフェスも主催してるんですよ天才万博はい、うん、天才万博っていうこの首からぶら下げているものが俺初対面の時にこれ見た瞬間に、はい、あいくら西野君の紹介でも、はい、こいつと友達なのやめようと思ったなんでだこんなんね首から下げてるやつ俺まともなやつ見たことないよめっちゃ言われるやんいや一応ね、まあ、あの首からぶら下げることで、まあ、チケット袋なんですけど、はい、僕チケットが手売りなんですよ全部おうおうだからあのコロナ禍に常にチケットを入れて、うん、で声かけてもらった人と仲良くなって買ってもらうという、うん、それであの年末の12月29日と30日に西野さんが司会で、うん、で僕たちが天才と思った音楽のミュージシャンを呼びして、うん、音楽フェスをやってまして、うんうんうん、ぜひよかった天才万博と検索していただいたら出ますしツイッターからチケット買いたいさ僕届けに行ってますんで、うんうん、ぜひよかったらこれを買っていただければい、ね、はい天才万博のチケットくれて、はい、ツイッターでつぶやいたら売りに行くねんね、はいはい、売りに行くあのその方の最寄りの駅まで行きますさすが、はい、さすが時間だけは何歩でもあるもうちょっと時間を有意義に豊かに使えるタイプなので僕は、はい、よかったらご呼んでくださいなるほどな、はい、面白い分かりました天才万博、はい、まあごめん俺はあの音楽には全く興味がないから、はい、まあ死んでも行くかって思ってるけどなんでだだって他人が演奏した音楽なんか聞いて何がおもろいのむっちゃ言われるやんこれ俺スポーツと音楽だけ理解できへんのか他人がボール蹴ってんの見て何がおもろいのいや言い方あと他人が音楽演奏してるの何、はい西野さんも絶対そうや西野さんも絶対自分がやりたいからやってるだけやん、はい、なんでそんなええ気持ちになってるやつに金払わなあかんねんって思ってさあれおかしいなホームのはずやのになあれなんか結局これこうがええみたいな言われてるやん来てくださいぜひ、はい、人口の 5% ぐらい俺みたいな音楽嫌いがおんねん、はいはい、なるほどなるほど今日はそれにぶち当たったと思うぶち当たったとでもまあ 95% 見てる人はあよかった多分あの OK やと思いますじゃあぜひぜひ来てください、はい、よろしくお願いしますはいさて本日の対談いかがでしたか小谷さんのちょっとオーバーめなリアクション前話でも視聴者さんのコメントで指摘されていましたが兄貴分の西野さんにそっくりですやはり尊敬すべき先輩と同居していた時代に生活の中で同期しちゃったのかそれともお笑い芸人に必要なリアクション芸として見事盗んだのかはたまた現在の1日50円の仕事料金の中に含まれている基本サービスが自然に出ちゃっているのか謎ですが会話に沈黙の間を作らないで肯定や賛同の相槌を繰り返し相手の気持ちをハッピーにさせる術を見せてくれました岡田さんは金融詩人に例えていましたが昔なら太鼓持ちに近い職業だと言えるかもしれませんねオタキング CH 管理人岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、毎晩ですねだいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますのでぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく